大丈夫か、リリー。少し休んでいくか。ありがとう、ゆずきくん。でももう少しで上の宮だから頑張るよ。すごいね、リリちゃん。この数日は一度も休憩しないで参拝してる。あいつはな、ああ見えてバカみたいな努力家なんだよ。私と出会う前から勇者部なんて妙な部活を立ち上げて、たった一人で活動していた。周りの白い目なんてものともせずにな。そうだね。高屋神社の百度参りを始めてどれくらい経っただろう。何回も山道を行き来する間、私はずっと母のことを考えていた。家族を失い、異国の地で様々な辛い目に遭い、重い病を抱えて暮らす苦しみに満ちた日々だったはずだ。暗く重く冷たい毎日だったはずだ。それでも母は前向きに生きていた。どうしてそんなに強くあることができたのだろう。けどやっぱり朝の高屋神社の景色はいいね。なあ、そうだな。ねえ見て見て、リリちゃん、ゆずきちゃん、桜の花が咲き始めてるよ。本当だ。もうすっかり春だな。暖かくなってきたわけだ。万物るてん、ういてんぺん、季節は巡っていく。冬が終わり、春が訪れる。私たちの時間も止まることなく流れていく。望むと望まざるとにかかわらず。勇者シーブン、不要優奈は語り部となる第6話。 What will be, will be。そう、本当に百度参りを終えたのね。はい、私たちが証人です。やり遂げるとは思っていたけど、早すぎて驚いてるわ。朝と夕方の1日2回、春休みには1日3回以上参拝しましたから。ゆずきくんは鬼だった。なんで藤井さんはリリちゃんに百度参りをさせようと思ったんですか。そうね、これを読んで考えてみて。あなたのお母さんの日記よ、不要さん。これからはあなたが持っていて。その夜、私は母の日記を読み始めた。お世辞にも綺麗な字とは言い難い。記憶の中にある母は才色兼備の人だったから、そんな人の字が子供のように下手だったことが、まず私にとっては驚きだった。やはり私は母のことを何も知らない。2月20日、今日から日記を書き始めることにした。日記をつけることは心の安定を保つために有効だという。互助会の友人の勧めだ。上足不治の言い方をしていたが、私のメンタルが不安定になっていることを彼女も察していたのだろう。とはいえ、何を書いたものだろう。まずは私の愚かさから書こうか。幼い頃の私は傲慢で傲立軽々だった。早熟で心配する親の言葉も無視し、年上のいとこと共にアジア諸国を旅して回った。道
中で出会った人々は明るく親切で、世界はあらゆる希望と可能性に満ちていた。そんな時、あの730天災が起こった。私は日本に滞在中で、運よく安全地帯となっていた四国に避難できたが、日本はほぼ壊滅してしまった。国外からの救助も来ないということは、おそらく他の国々も。私たちは狭いカゴの鳥となり、家族と離れ離れになった。未来のあらゆる希望と可能性も消え去った。ついさっきまで親切だった人々は、次々にその優しさをかなぐり捨てた。私は勘違いをしていたのだ。旅行中に出会った人々が優しかったのは、私が通りすがりの他人だったから。資源も食べ物も限られた中で、土足で自分たちの土地に踏み込んできた居候に優しくする人間などいない。8月の終わり頃、いとこが自殺した。絶望感に潰されたのだろう。彼女の死を弔ってくれる人はいなかった。彼女は焼かれ、骨を冷たい壺に詰められ、無機質に産業廃棄物のように処理されていった。私は一人になった。その後は孤独と苦痛だけが続いた。社会は次第に落ち着きを取り戻していったが、私たち避難民に対する偏見や迫害は残った。私が結婚し家族を作ったのは、孤独を紛らわすためだったのかもしれない。結局何も変わらなかったけれど、2月23日、起き上がれない。数ヶ月前から毎日こんな状態が続いている。もともと体が弱いのだ。医者からはストレスを避けるようにと言われた。人ごとのように言うものだ。2月28日、辛い。3月5日、苦しい。3月10日、何も書くことがない。3月20日、こんな世界、730天災で滅びればよかったのに。3月30日、間もなく子供が生まれてくる。私はこの子を愛せそうにない。ああ、こんなところにいた！おーい、リリー。ゆずきくん、すずくん。探したわよ。今日は勇者部の活動の日なのに、全然待ち合わせのうどん屋に来ないから。ごめん、部活は休むって連絡を入れておけばよかったね。何かあったのか？日記を読み始めたんだけど、なんだか怖くなったんだ。え？文章から見えてくる人が、私が知っている母とは違いすぎる。私が知っているお母さんは強くて明るくて優しい人だった。でも、あの日記を書いている人は、ひどく弱くて、周りをただ憎んでいて、それに多分、私のことも好きじゃなかった。そんなことないよ、きっと。怖くて、日記の先が読めないんだ。まったく。お前は臆病なところは変わらないな。
お前を嫌ってたらいつもお前の前で明るくできるわけないだろ。お前が見てきたものがお前の本当の母親だけど。ねえリリちゃん、一人で読むのが怖いなら私たちも一緒に読むわ。もちろんリリちゃんが許してくれるならだけど。最後まで読めば全部わかるだろ。5月5日、数年ぶりに日記を開いた。今日は娘の4歳の誕生日だ。ケーキを用意し、ささやかながらお祝いをした。不要優奈、それがこの子の名前。詳しい理由はわからないが、私の娘は大社から優奈という名前を授かった。私は、ユーナをかわいそうに思う。避難民である私の娘というだけで、この子はずっと、いわれのない避難を受けるだろう。この世界には、未来も希望もない。壁に閉ざされたこの狭い土地の中では、明るい将来を思い描くことなどできない。こんな時代に生まれてきたこの子があまりにも哀れで泣きそうになった。6月9日、夜に泣いているところをユーナに見られてしまった。なんでママは泣いているの？とユーナが尋ねる。私は何も答えられなかった。ユーナは私の頭を撫でてくれた。痛いの痛いの飛んでけと。子供のおまじないだ。私はもっと泣いてしまった。この子は本当に優しく育ってくれた。この世界は希望がなく先進バンクに満ちているけれども、ユーナがいてくれるおかげで少しだけ輝いて見える。10月29日、病院で検診を受けた。以前から持っていた病が最近また悪化してきているらしい。2月6日、入院することになった。2月13日、今回は短い期間で退院できたが、またいつ容体が悪化するかわからないそうだ。不安になる。この病が娘にも遺伝していたら、私がもしこの病で命を落としたら、娘はこの先どうなるのだろう。3月9日、古来日本には百度参りという文化があるらしい。願いを叶えるために寺社仏閣に100回も参拝するという。私はそれをやることにした。もちろん医者には秘密だ。絶対に止められるから。参拝する場所は高屋神社。願うことは、私がいなくなった後もユーナが幸せに暮らしていけますように。3月10日、百度参りの2日目。3月12日、3日目。3月30日、やっと10回目。5月28日、30回目。百度参りを始めて2ヶ月以上が経った。今まで参拝の途中、何度も倒れそうになり、その場にいた人に助けられた。私は本当に自分の愚かさに気づいた。天災後の人々は
優しさを失い、醜い本性を表したと思っていた。けれど思えば、まだ幼い子供だった私が、この崩壊後の世界で生きていけたのは、周りの人々が助けてくれたからだ。四国へ避難した時、食べ物がない時、いとこが死んで一人になった時、いつも周囲の人が私を助けてくれた。他人の優しさに目を向ける余裕が私になかっただけ。天才で変わってしまったのは私だった。この日記はユーナには見せられない。私の醜さと脆さで満ちている。9月27日、67回目。体が重い、体調の悪化が激しい。2月19日、81回目。途中で足が動かなくなり、参拝に4時間もかかった。9月1日、98回目。今日で私のお百度参りは終わりのようだ。先日の長期入院明けで足が弱って自力で歩けなくなった。100回の参拝はできなかったけれど、神様は願いを叶えてくれるだろうか。ユーナ、生まれた時は私はこの子を愛せないだろうと思った。でも今はこの世界がどんなに辛くても、この子がいてくれれば私は笑顔でいられる。私がいなくなった後の世界でこの子はどのように生きるのだろう。どうかこんな世界でもあなたが幸せに生きてくれますように。私があなたという宝を見つけられたように、この狭い世界でもあなたの宝物が見つかりますように、そう願う。ここで終わり。藤井さんが高屋神社に百度参りをさせた理由、なんとなく分かった気がする。リリのお母さんが同じことをしていたからか。うん、大変だったけどやってよかったと思う。お母さんができなかったことをリリちゃんが受け継いでやり遂げたって感じかな。そう考えると嬉しいね。やっぱり日記を最後まで読んでよかったよ。ありがとう、ゆずきくん、すずくん。ああ、お前のお母さんがお前の前で明るかった理由もわかった。うん、そうだね。あ、もうこんな時間、そろそろ帰らないと。ねえ、リリちゃん、ゆずきちゃん、明日の活動は何をするの？特に新しい情報提供者が出てきたわけじゃないしな。そうだね。じゃあ思いついたんだけど、明日から四国の各地を巡ってみようか。新世紀30年の今の四国をこの目で見ておくことも、歴史を保存しておくことになると思うんだ。いいわね、それ。賛成だ。じゃあ今日はもう遅いから解散。帰りの電車の中でリリちゃんのお母さんの日記のことを考えていた。旧世紀から新世紀の中で、勇者だけじゃない、すべての人間が懸命に生きてきた。すべての人間がこの世界の主役で
全ての人が願いと思いを抱えて生きていたんだ。家に帰るまでの途中、私はぼんやりと考えていた。閉じられた世界と今に至るまで人々が過ごしてきた時間、時代。リリのお母さんの日記を読んだ影響だろうか。今夜は母と話してみようと思った。旧世紀と新世紀の狭間の話を聞いてみよう。たまにはそんな時間があってもいい。ゆずきくんとすずくんが去った後、私はもう少しだけ砂浜に残っていた。将来この滅びかけの世界がどうなっていくかはわからない。私がどんな人生を送るのかもわからない。私の前には多くの人々の人生があって、私の後にもたくさんの人の人生があるのだろう。その中で私はただ生きていく。母は日記の最後で、私の幸せと私が人生の宝物を見つけられるようにと願っていた。その願いは叶っているよ。私のそばにはゆずきくんとすずくんがいて、今の私はとても幸せだから。